皆さんおはようございます。どうもピザ娘です。今回はですね、水着つばきのねガチャが来ましたので回していきたいと思います。でここ見てもらったら分かるんですけど、声優違いますね。これね、沼倉さんエヴァンテなんですけど、ここ多分ポチッと押すとね声優がまた変わって表示されますね。なんだろうな、プライでこういうの多いですよね。で性能なんですけど、まあ奥義は、まあ、敵全体攻撃でね目標生存者1体ごとに、自身の SP を、20点回復する。でこれがまたギルド戦のボスの場合、自身にね120点の固定 SP を回復する。この攻撃での、敵の HP は回復は発生しないということで、まあ、ギルド戦で、まあ、SP 漏れるっていうところで結構ねポイント高いかなっていう、3回打てるとかねそういったキャラになってくるんで、まあ配布のね種派とかね取れてない人とかにはまあいいのかなとかね。あと T にはまあ作れるか、あと誰だろう、あとアロエがまあ7になってないとか、まあいろいろあるんですけどね、水着誰だイザベラとかね、まあ、マルチタゲボス用の、ね、キャラなんじゃないかなとは、ね、思うんですけどね。であとまあ特技もね、HP が低い敵にまあ単体攻撃ということで、まあ、これ自体でまあ闘技場とかでもね、まあ、エヴァンテたちとねなんか組み合わせてね格好撃破して、ね、敵倒せるんじゃないかなっていうのもちょっとね期待します。これでまたね SP が回復するんで。まあ、必殺連チャンしやすいのかなっていうイメージですね。で EX スキルがね3つあって、ちょっとね一番上はねどうかなとは思うんですけどね、受けたダメージ 30% 減少させるんですけど、中効果 80% ダウンっていうところで、なんか装備とかでねサイフォンとか、あでもあれかどうなんだろうな、受けた時の回復なのかもう全部ダメなのかちょっと分かんないですけど、ね、殴った時に、まあ、回復とかにこれが悪さしなければね、まあなんかタンクキャラとして結構ね優秀なんじゃないかなと思ってます。防御と HP ね振ってね。でまあ攻めの姿勢は、まあ、自分の HP が 10% 下がるごとに、まあ、与えるダメージが上昇するということで、まあ、覚醒レベルによって効果が異なります。で最大 8% かね、で HP も最初 15%、12%、10% みたいな感じで、まあ星に上げるごとにねこうどんどん下がっていくようです。まあダメージアップっていうのがね、まあまたねポイント高いですね。まあ、これがバフじゃないけどね、ターゲットみたいなやつだったらねまたやばかったけど、はい。でまあ最後がね個人的にやばいかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。あんまりちょっとプライでこう真剣に取り組んだことないからよくわかんないですけど、パッと見これ見たらなんか強そうだなと思ったんですけど、まあ、自身の HP 30% 下げるごとに、敵全体に、自身の攻撃 100% 分のダメージを与えるって、これ敵全体にね通常攻撃一発入れるってことですよね。だこれもねギルバと闘技場でなんか使えそうだなと思ってるんですけどね。で覚醒レベルでまあ最大5回までってことは、まあ回復しまくればまあ5回まで打てるってことですね。これがねだなんか書いてあることは強そうだなと思うんですけど、まあ全体攻撃だけでなんか使おうとするんであれば、なんかね別にラビとかティーネとかね、まあその辺でもいいのかなとかね思うんですけど、まあ、ね、イラストもねなんかこう珍しいよな、なんかちょっと暗い感じでね、なんかクイーンとかじゃないけど、ちょっとなんか面白いイラストですねこれもね。まあ引いていきましょう。まずね優勝からこれからね。まあ素体ゲットで撤退かな。本当は突出したいけどね7までね
いや限定多すぎる。ムリムとかね6にしちゃったから、なんかとりあえず6にする癖があるんでね。でまあ次はまあ10連あまあ単発1回引いとくか。おマジでマジで来い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 つばき来い。あれこれ誰だ、ルルリか、これおお、でもルルリかこれで7になりますね。違う、そうじゃないクソ、またすり抜けた。いや今神引きしたかと思った。まあ次10人いってみましょう。いやー結構今ねドキッとしましたね。なんか課金したのにそこで来るみたいなね。ちょっとまあこっからなんか沼りそうな感じがするんでちょっと察してください。あさすがに SS レアは厳しいですね。簡単には出ないやっぱり。であと何回引けるんかな。まあ9000個あるんで、9000個あるから4 60連ぐらいか。全然足りないんや。引きたいよ。あねえ金出た時もさ、もう2枚抜きしたいですね。こんだけ出ないなら。いやーマジ頼んだ。10回で引く必要あんのかな。まあ尺が長いっていうのでまとめて引きますけど、本当はこれあれですね、多分単発で確率変わんなければめんどくさいですけどね引いた方がいいんじゃないかなって。多分星 S レア以上確定とか多分そういう得点ないよねこれね、特にね。だから時間ある方は単発回した方がいい気はします。全然出ねえ。いやールルリカのところで来てくれれば神だったな。引きたい。この辺で金庫金。いや全然出ねえ。厳しいっすね。プライドこれがあるかな。一回ね始めたばっかの時200連 SS レア0とか普通にあったんでね。怖えな怖えな。またマジか。ちょっと辛い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 。これラストか。まあ、こっからまた追い金かで70連だから100連分足りないか天井までね。マジか。72連ルルリカ1ですね。まあちょっと石入れてきます。はい、それではねちょっとね優勝石を特殊召喚してきたんでまたね引いていきたいと思います。あのおまけのやつがねなんか1周年で復活してんのかな。それでだいぶ助かりましたね。いやーこれもう1回限定来たらちょっと厳しいな。でもこれ31まであるから大丈夫そうっすね今月また限定キャラとか来たらちょっと辛いなと思ったけど、まあここまででいいならなんとか頑張れそう。続けていきましょういやー出ないな。これで70連ぐらい回せるんで、でまたダメだったら最後またね天井までもう入れます。ほんと出ない。やべえな。お発展した。来いこの辺で来てくれ。ハロショーの復刻にしとっときたい。
あら、これなんかちょっと違くない？これアロエか。まあでもまだかあれなんだよね、印解放しないからありだね。やっと会えて嬉しいです。全部ね。オリビアよ。どうもどうも。いやー違う、そうじゃない。本当に。二枚抜き、こい二枚抜き。なさそうか。これピックアップしてんのかな。よし、折り返し地点ですね。92連行ったんで、はい、行きましょう。どんどん。あもうこの紫画面見るともう萎えてくるな。よし行きましょう。どんどんこういう流れ悪い時はちょっと時間切った方がいいのかな。あーダメだ。まあでもまだ2枚引き出るからいいのか。いやでも確率 3% ぐらいだよね。うん、いやーもうここで金が来ない時点でもう怖すぎるよ。やだこんなの本当に。すり抜けがやっぱ一番あれですね。ダメですね。お、来た来たよ。ここ取りたい。ここ頑張れ私。エブリンです。お金さえあれば。星を読めば平和な未来のために一生努力させてください。違うな、これショーかなんか違うな。魔法じゃない、魔法じゃない。誰だ誰だ。メイだ、メイ。なんで間違え。お2枚抜き。なんでこれメイピックなのこれ。本当に2枚抜きしたけど、そうじゃねえよ。使ったことねえよ。うーわーくそー。もうこれなんだ本当に。132連か。よし行きましょう。あーもうこれ天井コースだな。私はフランチェスカ。ダメだ、諦めた。諦めこれ。天井とかのタイミングで引いてもちょっと微妙だね。突して終わりみたいなね。2枚引くつもりなかったんですけどみたいな。ちょっとまた石が足りなくなったんで、まあ4500個分かな。ちょっとねまた入れてきます。今回ちょっとひどいっすねこれね。はい、天井分までね用意してきました。それでは行きましょう。もうお、来た。でも遅いな。これだったらもう天井しちゃった方がいいのかな。まあでも当たるとは言ってねえな、まだ。お、ひと夏のこれ来たんじゃない。こいつばきじゃない。おお来た。よしよし、じゃねえな。ちょっと深、重症すぎる。確かリーダーさんでしたよね。あの、私はどうしてここで水着を着ているんでしょうか。2枚抜き、2枚抜き。割に合わんぞこれ。ダメか。オリビアよ、お金さえあれば。ああ、はい、というところで、まあ、162連ですね。まあ裏では、天井までねもうこれ回して交換しちゃいますけど、ここでまたねあの単発とか回してね、グダルよりは、まあ、この辺でね終わった方がいいのかなと思うんで、この辺でね以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。